はい、どうもこんにちは。今日はですね、面白いものをいただいたので、そちらを紹介したいなと思います。はい、こちらです。今回紹介するのはこちらですね。紛失防止デバイスと呼ばれるものです。このチャンネルでも今まで何個かね紹介してきたんですけど、めちゃくちゃ便利な製品になってます。今回の特徴は何といってもこの小ささですね。あとめっちゃ軽い。この2つがすごいです。で、今回の製品なんですけど、守り用メガネというやつです。今クラウドファンディングでやっているんですけど、アウトドアブランドの、ゾルゲさんとこの紛失防止デバイスの老舗守り用さんですね、そちらと共同開発された製品になってます。アウトドアでも使えるように考慮されているっていうのと、その中で物をなくしにくくするというところですね。はい、今までの紛失防止系の製品だと、四角いタグ型の製品、薄型のカード型の製品、大体この2種類になってたんですけど、小型ということで今までとね、違った使い方ができますというところで見ていきましょう。今回の製品なんですけど、親指の第一関節ぐらいのサイズ感になってて、もう本当に小さいです。今までのタグだったりとかカード型っていうやつは、タグ型であれば鍵のキーホルダーと一緒に取り付けたりとか、カード型であれば財布のカードと一緒に紛れ込ませたりとかっていう使い方はできたんですけど、それ以外のものも今回の製品はカバーができます。まあ、製品名にも書かれている通り、守り用メガネということで、メガネやサングラスなどですね、うっかり置いてっちゃうようなこちらの製品類にも取り付けることが可能となってます。で、ちょっと中身見ていきましょう。で、付属品ですね。まず本体とシリコンゴム4種類ついてます。この穴のサイズごとに引っ掛けれるものが変わってきます。で、スタートガイドと守り用メガネ専用の両面テープですね、専用の充電ケーブルとなってます。で、こちらなんですけど、長さが 29.4mm、 高さと幅は 8mm ずつですね。で、重量は約 1.5g ですね。はい、めっちゃ軽いです。で、電池寿命に関しては約20日で、利用状況によって変わってきます。有効距離に関しては、屋外、特に何もないところであれば約 30m で、屋内とかであれば約 5m となってます。ポイントとしては、アウトドアブランドと共同開発ということもあり、 IP44 の生活防水に対応してます。こいつ自体を水の中にザッパーンってつけるのは厳しいんですけど、アウトドアだと急な雨だったりとか、ちょっと天候悪いよねっていう時があると思うんですけど、アウトドアもしっかり考慮されております。で、こちらですね、電池寿命約20日ということで、充電どうなっているかというと、バッテリー方式になってます。さすがにこのサイズ感なので電池ではありません。ここに穴が2つあると思うんですけど、こちらの専用の充電ケーブルですね、ここに刺す穴が2つついてます。ここに合わせて、よいしょ、こうですね。これで充電ができてます。充電中はここのランプが赤く点灯してます。で、消えると充電完了というお知らせになります。こちらクリップ式なので、比較的簡単に充電はできます。なので、これ自体が他のメガネだったりに取り付いてても、充電口のところが空いている状態であれば、クリップで挟めば充電することが可能です。アプリでも電池残量のところは見れるので、まあ、その辺はね、ご安心くださいというところです。それでは実際取り付けていきましょう。一番使うのはここのシリコンゴムですね。サイズが4種類あります。ここの上の方がサイズ別になっているんですけど、メガネにつけるんであれば、この端っこの方ですね、ここにはまるようなものを選んでいきましょう。シリコンゴムなので伸び縮みします。この一番でかそうなやつ使うか。はい、はい、これで OK ですね。まあ、一応ですね、そんなに外れやすいとかっていうのはないですね。しっかり引っ張らないと取れないぐらいの強さになってます。一応まずサングラスですね、スポーツするときに使うやつ。まあ、こんな感じですね。まあ、人によってここの場所位置はもっと奥にしてもいいしって感じですね。これで実際かけてみます。正面から見るともちろんわからないと思いますね。で、あとは横に関しては付け位置次第だと思います。髪の毛少し長い人は隠れる位置にあると思いますし、肌に触れている部分ではないので、つけてるからといってなんか変な違和感があったりとか、重さを感じたりってことはないです。まあ、一応ね、これ昨日試してみました。はい、というわけで、まあ、心配な人はガンガン奥にしていいと思うんですけど、そんななかなか外れないので、そこは好みかなというところです。つける時も充電口を塞がなければ充電はできるので、はい、まあ、こんな感じでパッチンと挟めるようになってます。で、それ以外のメガネもほぼ同様ですね。こちら、はい、これは端っこの方が太くて、先っぽの方は、細くなっているんで、ここのちゃんとグリップが効く場所で留めた方がいいですかね。ちょっとこれは借り物の度付きなので、ちょっと分かりづらいんですけど、はい、これはちょうど掛け位置に物があるんですけど、外向きなんでね、どうだろう、そんなに気にはならないっちゃならないんですけど、ここについてます。で、一応黒色も借りるだけ借りたんでつけます。ものによってはもうちょっとこの奥側でもありですね。
はい、今取り付けたのがこちらですね。はい、今度前についたことで肌には触れなくなりましたけど、前の方につけるとちょっとつけてる感じは出るは出るので、そこは人の好み次第かなと思います。こんな感じです。重さによる違和感はほぼないなって思います。はい、それではねこちらの性能ですね、いろいろ見ていきましょう。まずですね、このマモリオさんのアプリをインストールします。で開きます。接続するところからやってみましょう。よいしょ。はい、そしたらこのマモリオを登録っていうのがあります。はい、そうするとこちらがね登録可能ですっていうことで出てきてます。押します。何に使いますかっていうことで、何でもいいんですけど一応財布っていうことにしておきましょう。名前財布でカテゴリー財布ということでできました。で置き忘れ通知ですね、 Bluetooth の届く範囲から外れた時にあれ忘れてませんかっていう通知が来るモードですね。これでバッチリです。というわけでこちらがその画面になります。このアプリではマモリオメガネとこのスマホを追っかけてくれます。なのでこのスマホが移動するとちょっと青い線があるんですけど、この青い線でね、こういう移動しましたっていうのが出るようになります。でタグの位置は、記載の通りですね、ここにタグがありますという感じになってます。じゃあですね、今ここシアターハウスって載ってると思うんですけど、そこまでこれを持っていきます。地図がどういうふうに動くかっていうのを、ご確認いただければと思います。はい、置いてきました。アプリの方を見るとここにありましたと、6分前に最後の位置を確認した地点の情報が載ります。実際にはこのシアターハウスっていうところの中に置いてきました。なのでまあ最後の記録位置っていうのがあるので、まあ、そこからねちょっと推理して探すことができます。で探し方もいくつか種類があってですね、地図で探すパターンと AR で探すっていうのがあります。まあ、地図は先ほど見た通りですね、まあ、このような感じで、地図で出ます。はい、でより近くに来た時に探すのがこの AR ですね。まあ、このようにスマホのカメラになって地図とこう連動しながら探すことができます。ちょっと移動してみましょう。はい、よいしょ。はい、こんな感じで赤く反応している場所がありますよね。はい、ここでなんとなくの場所をね把握することができます。で正解はここですね、ここに物がありました。こんな感じで視覚的に分かるようにしてくれてます。はい、では物の探し方なんですけど、まずはですね地図で見ます。ここでなんとなくのマモリオメガネの位置をですね確認します。つい先ほどまでここにありましたという表示ですね。でなんとなくの場所が分かったら次は AR で探します。はい、カメラを起動してどの辺にあるかなっていうのを確認することができます。なんか財布を検知したみたいですね、表示が出てます。でそこまで精度めちゃくちゃいいってわけではないんですけど、大体の位置はねこれでわかります。はい、これでなんとなく車の方にありそうっていうのがわかりますね。というわけで大まかな場所は地図で把握して、そこから細かい場所は AR を使って見つけるのが一番の方法かなと思います。それではもう一つの機能ですね、置き忘れ通知っていうのを使ってみましょう。一応今あそこのテーブルの上に置いている状態です。ここから離れていきます。で今ここのタグのある位置に私がいます。ちょっと上の方向に行こうと思います。そろそろ多分忘れ物の通知が来ると思うんですけど、今屋外にいるんでね結構その電波がね伸びてる可能性があるんですよね。どんどん離れていこうと思います。財布を忘れてませんかという通知が来ました。離れてから2分ぐらい経ちましたかね。はい、というわけで近い時はここのゲージのところが何かしら反応するんですけど、今はゲージ反応なしということで置き忘れたでしょうということで通知が来てます。はい、というわけで戻ってまいりました。今後ろのテーブルの上にあるんですけど、近づいてくると何かしら電波を受信してますっていうのが分かります。で位置情報を見ると先ほどの移動した場所ですねっていうのがなんとなく分かる感じになってます。ちなみにこの位置履歴っていうのも見れるので、足取りっていうのも分かるようになってます。今回あちらのマモリオメガネ探すことができるんですけど、このスマホの位置っていうのもちゃんと確認ができます。端末ってあるんですけど、ウェブページを使うとこんな感じでウェブからでもこのスマホの位置っていうのが確認できます。でこのマモリオの下の方に行くと充電の必要性っていうのがあって、その今のバッテリーの状況っていうのがざっくりですけど分かるようになっております。で今回はちょっと使わないんですけど、こちら両面テープがついてます。本体もめちゃめちゃ軽いので、こちらを使うことでこのシリコンバンドをですねで使えない貼れない場所に貼ることができます。例えばこのメガネのこの穴に先ほどのバンドが合わなかった場合は、メガネの外側にこちらの両面テープを貼って機器を取り付けるってこともできますし、まあ、あとは自転車のサドルだったりとかに貼
貼り付けるっていうのもできます。高い自転車だとやっぱり盗まれるっていうのもあったりするんで、そういうのを追いかけるのにもいいのかもしれません。というわけで今回こちらのめちゃくちゃ小さい紛失防止デバイスの守りメガネを紹介させていただきました。今回クラウドファンディングも実施しております。概要欄に載せておきますので、そちら見ていただければと思います。すでに始まっちゃってはいるんですけど、通常よりだいぶお安くなっております。で、今回の守りメガネですね、ちょっと個人的な主観もあるんですけど、いいところとちょっと気をつけるポイントですねお伝えします。今回のやつはやっぱりすごいちっちゃいので、特化型です。ポイントはやっぱり小さい軽いですね。今までカード型タグ型でつけれなかったところにつけることが可能です。しかもこういうメガネとかっていうところにつけたとしても軽いので違和感なくつけることができました。普段取り付けれないような場所に両面テープで貼り付けるっていうことも可能なので、つける幅がね他のものと比べて広くなったのかなというところです。あとはその設定周りですね、ペアリングも本当に簡単でしたし、まあ初心者の人でも特に違和感なく使えるのかなというのが特徴に感じました。で、気をつける部分としては、こちら特化型の製品なので従来のものに比べてあるものとないものがやっぱりあったりします。今回ないものでいくと音を鳴らすっていう機能がないですね。代替としてその AR で確認はできたりするんですけど、どうしてもこう小さくしなきゃいけないのでしょうがないのかなというところですね。あとはこれはいいポイントのその反面なんですけど、めちゃくちゃちっちゃいのでこいつ自体をなくさないように気をつけてください。まあ、もちろんあの探す機能はついてはいるんですけどっていうところです。けどまあすごい荷物にもならないし邪魔にもならないのですごく使いやすいかなと思いました。この小ささが実現できてるっていう前提で使うのであれば、私は不自由なく使えました。今までつけれなかったものにつけれるようになるのですごい便利かなというところです。そうですね。これからマラソンするときにサングラスつけたりとか、あとはロードレースですね。自転車のそういう大会に参加する人ですね。メガネ大体つけると思うので、そういう時につけてもいいかなと思いますし、大会とか出ると荷物なくなったりもするので、そういう荷物の中に入れてもいいのかなというところでございます。というわけで今回はこちらの紛失防止デバイスの守りメガネの紹介でございました。これからもうちょっとするとね、また暖かくなっていろいろ外でやるイベントだったりが多くなると思いますので、そういった時になくし物なくせる一品かと思いますので、よろしければまたこちら見ていただければと思います。こんな感じです、はい、というわけで今回は以上でございます。そんじゃまた。